ロシアを訪問していた北朝鮮外務省の幹部が帰国の途につきました。26日モスクワの空港に姿を現した北朝鮮のチェ・ソンヒ北米局長は北京行きの便に乗り込みました。チェ局長はモスクワ滞在中に核兵器の不拡散に関する国際会議に出席し、アメリカによる圧力で核を放棄させる対話には応じないなどと発言しました。また23日にはサンクトペテルブルクでロシア側の関係者と会食し、意見交換も行っています。